どうも、トーゼルです。はい、ということで今日もクラッシュライル、お送りしていきたいと思います。さあ、ということで、まもなくね、こちらスペシャルイベントのエリクサーチャレンジが始まります。始まりますというか、多分この動画が上がってる頃にはスタートしていると思うんですけれども、こちらエリクサーチャレンジ、昨日の動画でも取り上げたんですが、めちゃめちゃ報酬が豪華です。過去に例を見ないぐらい本当に豪華で、今回ね、見逃さない方がいいイベントだと思うんですけれども、約27万ゴールドかな ?27 万ゴールドをゲットすることができる一つのチャレンジで、なかなかないことだと思うんで、まあ、ゴールドはね、本当にこう不足しがちなんですよ、クララっていうゲームは。なんで、ゴールドしっかりゲットしていきたいこちらのチャレンジなんですけれども、まあ、結構こう特殊モードというか、ダブルエリクサーモード、そしてトリプルエリクサーモードで戦わせられるので、結構こうコツを知ってるか知ってないかでクリア率が全然変わってくると、言ったところで、この動画では、このトリプルエリクサーモードとか、こう重量級のモードにおける強いデッキ、そして戦い方、こちらをね、まとめていきたいなと思っております。まあ、普段あんまりこうトリプルエリクサーモードをガチでやる人は少ないと思うんですけれども、まあ、今回を機にね、得意モードになっていただきたいなというところで頑張ってまとめていきたいと思います。で、まず一つ目のこのスピードアップモードなんですけど、これは何回負けてもとりあえずクラウン数稼げばいいってやつなんで、一旦もう、頑張ってください一旦頑張ってください。そして、ダブルエリクサーモード、こちらも6勝チャレンジなんで、まあ頑張ってください頑張ってくださいだし、あとエメラルドもね、そんなにかからないと思うんですよ。6勝で、600ゴールドっていうことは、1回10エメでね、2回目以降もチャレンジできると思うんで、まあ、ダブルエリクサーモードよりも、やっぱり関門となってくるのはこちら、トリプルエリクサーモードかなと思います。なので今日の動画は、このトリプルエリクサーモードを、クリアする方法についてスポット当ててね、フォーカス当てて、紹介していきたいなと思っておりますので、よろしくお願いいたします。で、紹介したいのが2種類あって、1つは、デッキの種類。今回紹介するデッキはこちらなんですけれども、まあ、デッキの種類と使い方について、そしてもう一つが、ね、これも先に言っとくけど、エリクサーを溢れさせないこと、これがねめちゃめちゃ重要で、トリプルエリクサーモードでエリクサー溢れてる人山ほどいるんですよね。で、トリプルエリクサーモードにおいては1秒間に1マスね、ブッブッブッつってエリクサーが増えていくんですけれども、7ぐらいまで溜まった時にもうユニットを出す癖をつけた方がいいと思います。ユニットって出るまでに1秒間かかるんで、その1秒間もエリクサー増え続けるんですよね。だから、その例えばエリクサーが9になった時にユニットを出したら、次1秒間ユニットが出てる間にもう、次のね1こう増え続けて、でさらに次のユニットを出すまでの間エリクサーが溢れ続けるので、まあ、大体エリクサーのメーターが7とか8とかいった時にもう早め早めにユニットを出す、この癖をつけるだけでもかなりね、相手とねエリクサー量、こう相手が溢れてる間にこっちどんどんエリクサーを使えて、ユニット量に差が出てくると思いますので、エリクサーを必ず溢れさせない、早め早めにユニットを出すっていうところを気をつけてみてください。さあ、というところで、あとデッキの紹介と実際のプレイっていうのを、見せていきたいと思うんですけれども、まずデッキについては、ゴーレム軸がやっぱ強いと思います。重量級で、ね、ゴーレムが強いっていうのと、あとみんな重量級使ってくると思うんですよ。トリプルエリクサー本当に重量級の宝庫なんで、重量級に強いカードとしてインフェルノドラゴン、そしてペッカ、ここら辺はね入れておいて間違いないかなと思います。トリプルエリクサーモードに関して私が強いと思っている3種の神器はランバージャック、ペッカ、そしてインフェルノドラゴン、この3種類がめちゃめちゃ強いと思ってます。で、呪文が結構悩ましいところで、相手もインフェルノドラゴン使ってきたり、インフェルノタワー使ってきたり、あと三重詩ね、三重詩が結構、使用頻度高いので、まあ、そういったところでロケットが一番呪文としては刺さるんですがロケットってね結構使うの難しいんですよね。外しちゃったり、あとインドラが動いてね、ロケットが空打ちしたりっていうところで、まあ、結構ロケットを普段使い慣れてない人にとっては、難易度が高い呪文だと思うので、そこも含めてポイズンにするか、ファイアーボールにするか、ライトニングするかは皆さんにお任せします。ただ、トリプルエリクサーモードにおいて、やっぱ、注意すべき相手のインドラ、そして三重詩、インフェルノタワー、ここら辺はやっぱロケットで処理するのが一番手っ取り早いので、使える人はロケットが一番最大効率だと思います。あとのユニットはゴーレムにね、相性のいいベビードラゴンとかメガガーゴイルを足しつつ、ザップをね、添えてあげるという感じで、まあまとめるとですね、まとめるとエリクサーを溢れさせない、そして、この三種の神器ね、インフェルノドラゴン、ペッカ、そしてランバージャックをちゃんと入れて、相手のゴーレムだったりペッカだったりメガナイトだったりの重量級をバチコリ、こう割っていくと、そしてゴーレムを中心に戦っていくっていうのがトリプルエリクサーモードにおいての、かなりこう最適解かなと思います。これね、かなり重そうに見えるんですけど、トリプルエリクサーモードこれ使ってても、エリクサー溢れますからねマジでだからもうこれぐらい重量級を使ってガンガンユニットを出していくっていうの
のを実践していきましょう。というところで、ここからは、後半はね、クラン対戦でトリプルエリクサー、モードが来ていたので、まあ、そちらの、リプレイというか、まあ、実際に実況しながらね、プレイしたので、まあ、そちらを見ていただきたいなと思います。それではどうぞ。クラン対戦でトリプルエリクサーモードが来ているので、いきます。他の人に行かれる前に。トリプルエリクサーモードで一番重要なのは、エリクサーを溢れさせないことですね。あとはデッキ。なんで、結構いろんなデッキを想定したデッキを使いつつ、エリクサーを溢れさせない。これが重要になってきます。まず、とりあえずザップ回して、ゴーレムまで回していきたいんで、適当にユニットを出しつつ、ここはね、本当に適当でいいです。で、隙を見て、さあ、ここゴーレム後ろから作っていって、もうね、どんどんエリクサー出てくるんで、もうエリクサーを、溢れさせないこと、これが一番本当に重要になってきます。さあ、インドラ当てて、さあ、ここはホグライダーにペッカ。もうね、ゴーレムもペッカもどんどん出せていけるんで、もうとにかくユニット出していくでいいと思います。もうここまで来たら、ゴーレムの形勝手にできてくるんじゃないかな。さあ、エレイズを処理して、さあ、いい感じ。次のペッカ来ますが、ここもゴーレムを重ねていきます。ランバージャックがね、めちゃめちゃ強くて、ランバージャックどんどん回ってくるんで、レイジ状態のインドラとかがね、後ろからガンガンいけるんですよ。これ勝ちましたね。こんな感じ。で、ランバージャックさらに足して、さあ、相手もユニットどんどん出してくる。さあ、ここ一旦ちょっと待ちましょうか。メガゴ出して、後ろからまたゴーレム付け足していきます。もうね、これ見たったらわかると思うんですけど、エリクサーがどんどん溢れるんですよね。で、相手も多分今かなり溢れてる状態だと思うんで、こっちは絶対溢れさせない、この気持ちだけは忘れないでください。さあ、ここはホグライダー処理して、ホグライダーとか逆にカウンター取れやすいんで、トリプルエリクサーモードにおいてはあんまり、有効ではないかなと思います。ゴーレム軸プラスの相手のゴーレムに勝てるデッキっていうのが、まあ、一番スタンダードになってくるかな。さあ、レイジ状態でゴーレムさらに追加していって、とにかくもうユニットをどんどん出していくと。施設とかもね、置かない方がいいと思います。施設とか終盤もうゴリゴリ押されて終わるだけなんで、さあ、ここはもう相手左もペッカがガン刺さりして、あとはもうエリクサー溢れないように本当に出しまくるだけ、もうこれだけです。本当に結構相手ペッカデッキプラスインドラも入れてて、エレイズも入れてて、今回こう重量級対策してきてると思うんですけれども、それでもやっぱり重量級対策したゴレが一番強いんで、一気にいけると。ありがとうございます、グッドゲーム。さあ、こんな感じです。まあ、今回ロケット使う、場面がなかったんですが、ロケット使う場面はどちらかというと、相手の三重視だったりだとか、あとインフェルノタワーとかインフェルノドラゴンがもうどうしようもない時、こういった時に、ロケットを使っていくんですけれども、基本的にはロケット温存でも戦います。ゴーレムを形作りながら、相手のユニットに対してアンチユニットのペッカとか、インドラとか、守りユニットをしっかり使っていけば基本的に勝てます。はい、ということでトリプルエルクサチャレンジなくなったんで、スタートアップいきますか。強化バトル、強化バトルは、最初の1分間がノーマルエリクサー、2分間が、ダブルエリクサー、そして最後の1分がトリプルエリクサーっていう、だんだんエリクサーが増えてくるっていう、チャレンジなんですけれども、まあ、今回においては一番トリプルエリクサーが12勝チャレンジなんで、トリプルエリクサーの戦い方だけ意識すればいいかなと思います。まあ、今回最初、かなり重いデッキなんで、まあ、最初は適当に回しつつ、相手ないとですね、ここはペッカで受けますか。強化バトルは今回何回負けてもいいチャレンジに設定されているんで、まあ、強化バトルはゆるーっとやっていただいて、ダブルエリクサーチャレンジからこのデッキを使っていく、感じでいいかなと思います。あ、メガゴがターゲット取られてしまった、まあ、でもいい感じですかね。相手これなんだろう、スペラ、ちょっと相手のデッキがよくわからんですね。後ろから、あ、なるほど、これはちょっと後ろからユニットをとりあえず出して、さあ、追加、あ、フォグライダーか、フォグライダーにランバージャック。最初の1分間はとりあえず我慢しながら、強化バトルなんでね、一旦ここは相手にユニットを使わせて、さあ、2倍タイム入りました。2倍タイム3倍タイムってなっていくと、もうゴーレムが本当に強くなっていくので、ここはまだ守って、ここワンチャンゴーレムいきましょうか。さあ、ゴーレム出して、さあ、インドラが残ると。とにかくね、ゴーレム軸で後ろにユニットを足していきつつ、相手の処理ユニットを、やっつけていく、これでもう間違いないかなと思います。さあ、ここで、なるほど、さあ、相手のインドラ処理できました。結構ね、インドラとか、ペッカとか入れてる人多いんですけど、もうね、やりすぎぐらいでいいですよ。トリプルエリクサー本当に、さあ、ここ決まりましたね。トリプルエリクサーお互いもう重量級を使うっていう特殊な状況なんで、
普通のこうインドラ1枚入れましたとかペッカ1枚入れましたじゃなかなか止めれないんですよね。なんでペッカもインドラも、ランバージャックも入れてさらにロケットも入れるぐらいもう万全な、ね構えでいいと思います。さあここは左ランバーで守って OK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 、そして、右のインドラだけ処理すると。さあここはもうザップいい感じに打ってさあ相手のインドラも処理できてさらに追加のゴーレム。さあ完璧、ソレニットとの相性がいいですよねゴーレムは。さあここはランバーも追加しまして、もうこれは右止まらんですね右はこれもう、どんな呪文を打ってもどんなユニット出しても止まらない形ができてるんで、これでゴリゴリいくと、まあ、こんな感じです。最後の1分間はトリプルエレクサーモードになると特にね、こんな感じの状況が続くので、ゴーレム出してペッカ出して、サブユニット出してゴーレム出してペッカ出してサブユニット出してみたいな、感じでゴリ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 レイジ状態のユニットを、キングタワーに向かわせましょう。いやーこれで決まりましたね。オッケー、こうなるともう確実に止めれないと、言ったところなので、トリプルエレクサーモードね、今回12勝チャレンジぜひぜひこのデッキ使ってみてください。で注意すべきをもう一回言うと、相手の三重子とかあとラババルね、ラババルが結構嫌だと思うんで、まあ、そこにしっかりロケットを咲いていく。だからロケットは基本エリクサーポンプとか立てられても打たなくてもいいまであります。しっかりと三重子とかバルーンとかそういった一撃系に、クロスボウとかね、ロケットを取っておいて、であとはもうゴーレムの形をゴリゴリ作っていくだけと、言った簡単デッキになっておりますので、ぜひぜひ、このデッキ使ってみてください。ということで、本日はトリプルエリクサーチャレンジの、攻略法についていろいろ話していったと思うんですけれども、今回報酬がめちゃめちゃ豪華というところでね、この動画を見た人全員がクリアできるように願っております。私も、生放送でどっかでね、トリプルエリクサーチャレンジクリアするまで12勝するまで寝れません、やっていきたいと思いますので、そちらもチェックよろしくお願いいたします。ということで、今日の動画はこんな感じで、また次の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。